こんにちは、えー。宇宙船地球号の行方という、えー、本を、えー、書き書き終わりました、えー。これはですね、書き下ろしと言われるあのまあ、種類の本になります、えー。書き下ろしというのはどういうことかというとですね、要するに、えー、何か資料を並べてとか、えー、何か叩き台があってとかですね、えー、何かのドキュメントを報告するということではなくって、本当に自分が考えたことを。えー まあゼロからえ書くということで今回の宇宙船地球号の行方というのはあの去年出しました「宇宙船地球号は今」というもののえまあ続編になりますで今の方は実はその今地球はどうなってるだろうかという観点で書いたものですでこの「宇宙船地球号」というのは SF のような感じがしますけどそうではなくてですねあのー ちょっとイメージしてくださいこの宇宙というですね広大な空間にその太陽があるいは地球があるいは月は浮かんでいるわけですねですから本当にその宇宙から眺めればその宇宙を旅している宇宙船のようなものなんですねで私たちは地球という宇宙船の中に暮らしている乗,り乗組員なんですねで乗組員と言えどももう その宇宙船の中で生まれて宇宙船の中で生きて宇宙船の中で死んでいくそして子孫を残してその子孫もまた宇宙船地球号の中で暮らしてまた死んでいくそしてまたというふうにですねなんとそれが地球号は今どうなっているのかというのをまとめたものが、えーまあ、前編で,でした。 で今回の宇宙船地球号の行方というのはなぜそうしているのかということを、えー、書きましたのとそしてではどううししたたらいいいのかということこを書きました人間は、えー、進歩はしてきたんですけどもその地球は壊していないですからその江戸時代260年間自然庁はすごいな。 あるいは、えー、縄文人は8,000年間自然破壊せずにすごいなですけど人間の歴史をたどるとですねその330万年あるいは500万年地球を破壊せずに偉いなにもかかわらず私たちはほんの1年でですねものすごい CO を出してですねものすごい森を破壊してものすごく大気を汚してるわけですねこれはなぜでしょうおそらくいくつか答えが思い浮かんだと思います。 でまさにそうですねその答え。車に乗ってるから電子あの電気を使うからそうですね。ではなぜ私たちは車を使うんでしょうなぜ電気を使うんでしょうそれはやっぱり遠くに早く行きたいしあの便利になりたい。そうですね。でもなぜ便利になりたいんでしょういやでもそれは仕事,し仕事しないといけないか。じゃあなぜ仕事しないといけないんでしょう例えば今のアマゾンの人も今のマサイ族もね 仕事はしてないと思いますよ縄文の人も仕事っていうか狩りとかねそれは仕事じゃなくてそれは必要なことですよねでも私たちは自動車を作ったり売ったりすること本当に必要なんでしょうかまあちょっとこれはあのハイライトというよりもですねその私がこの宇宙船地球号のシリーズを書こうとした一番基本のあの 動機というか理由なんですねまさにそれを本当にもっと深く考えていただくためにとても面白い本なんです、えー、実はこのシリーズはですね、えー、私がこれまで書いてきた本、えー、50冊あるんですけどもその50冊の最終の本になります是非、えー、読んでいただきたいと思いますどうぞよろしく。